ナミさん、こんにちは。今日も動画を送っていただきましてありがとうございます。今回はですね、暗号通貨のウォレットのことについての Q&A だったと思うんですけども、そういう場合ウォレットってありますよね。まあ私は主に使っているのがダイダルスウォレットってやつと、あと鎧っていうものなんですけども、まあダイダルスウォレットですかね。あのステーキングをしてよりよくアクセスするようになったんですけども、あと1日と2時間でまたステーキング報酬入りますよね。すごいですね。たびたび入りますね。私もそろそろ7000エイドの報酬ゲットってことになるのかな。それでね、ウォレットのことなんですけども、多分ね3種類ぐらいあったんじゃないかなと思いますね。あのコールドウォレットっていうのと、あとはまあ通常のウォレットですよね。コールドウォレットっていうのは USB みたいに、そのパソコンから切り離してセキュリティ上ものすごく優秀な形だと言えますけども、ただコールドウォレットって破損したりなくしたりすることがあるのがちょっとね危なっかしいところですよね。まあそれをどのように管理するのか本当悩ましいところだと思います。こういうふうな形でコールドウォレット、ホットウォレット、あとは強いて言えばまあ何ですかね、バーチャルウォレットっていうんですかね、これはあんまり知られてないと思いますけども、まあそういうのがあるかなと思いますね。まあウォレットどこにするのがいいかってことを私も聞かれることが以前多かったんですけども、ちょっとこれは答えられないですよね。実際自分が使ってるウォレットもセキュリティ上の問題でね、やっぱ言うもんでもないと思いますし、あとは誰々さんにこれが合ってますよって言ってね、なんかミスった時に責任追及されるのも嫌ですからね。それいろんな種類がありますぐらいのことに留めておくのが私のなんか回答だったかなと思いますけども、最近は聞かれることがなくなりました。まあ、ウォレットね、普段忘れがちですけども、なんかその取引所に入れておくって方も入れていらっしゃいますよね。最近あれですよ、バイナンスがちょっとなんか不穏な動きを見せてるし、やっぱり何なんでしょうねあれね。まあという感じでね、今回も動画を送っていただきましてありがとうございました。でナミさんもね毎日更新されてましてね、すごいですよね。アクセスはやっぱり上がったり下がったりありますんで、それから YouTube の、アルゴリズムによってなんかねあんまり引き立ててくれないような時期もあると思うんですよ。あとはね最近はね動画削除が多いですね。私ごときの動画も削除されることがたびたびありますし、前回みたいにペナルティで1週間アップロード禁止みたいなことありますんで、まあ何が起こるか分かんないなってことですよね。はい、じゃあこれからも動画のリレーね、よろしくお願いします。